高浜町ゲートボール大会が24日開かれ、参加した人たちが和気あいあいとプレーを楽しみながら親睦を深めました。青葉ふれあいドームで開かれた大会には、町内の男女合わせて8チームおよそ40人が参加しました。はじめに開会式が行われ、参加者の代表が親睦を深め楽しくプレーしますと選手宣誓をした後、高浜町ゲートボール協会の的場輝夫さんらが始球式を行い、競技がスタートしました。参加した人たちは審判員の合図とともにスティックを巧みに操りながら次々とボールを打ち込んでいました。5番第2ゲート通過。4番にタッチ。3番にタッチ。この高浜町ゲートボール大会は、冬場の体力づくりと参加者同士の親睦を深めてもらおうと、高浜町ゲートボール協会が毎年この時期に開いています。負けましたけど楽しかったです。はい、結果を負けました。楽しかったです。試合は勝ちましたけど、私は活躍できませんでした。なんとか果たしていただきました。参加した人たちはお互いに声を掛け合いながら和気あいあいとプレーを楽しんでいました。